放送席、そしてスワローズファンの皆さん、お待たせいたしました。勝利監督インタビューです。東京ヤクルトスワローズ、高津慎吾監督です。監督、今日も接戦となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、毎日接戦ちょっと疲れるんですけれども、まあでも本当に競ったところでね、相手に1点を与えない、なんとか1点を奪うというゲームが続けてできてるのかなという感じはします。この苦しい接戦、同点に追いつかれたその裏でした。あの攻撃、監督はどのように見ていたんでしょうか。ツーアウトになってしまって、まあ、ライナーのゲッツーで、ツーアウトランナーなしから、サンタのフォアボール、中村がつないで、まあ、そのツーアウトランナーなしからですね、まあ、決勝点、しっかりこう、オスナが狙い球を絞って、打席に入って集中して打席に入った結果が、いいヒットになったんじゃないかなと思います。今日はそのオスナ選手の決勝タイムリー、そしてサンタナ選手のホームランと、本当に頼もしい助っ人たちですね。そうですね、2人でこう、励まし合いながら、また仲良くね、一生懸命取り組んでる姿っていうのは、非常にこう我々もこう、まあ、参考にする部分たくさんありますし、ああやって、いい結果を残してくれるとね、さて努力が報われたなと思うと、すごく嬉しく思ってます。そしてこの第4戦、先発を任したのはベテランの石川投手でした。石川投手のピッチングというのはどのように見ていましたか。はい、初戦2戦目と若いピッチャーいて、昨日は小川、そして今日はベテランの石川と、しっかりこう、まあ、年は関係ないですけどもね、ゲームを作ってくれて、勝利に導く本当責任のあるイニングをしっかり投げてくれたんじゃないかなと思います。はい、いつも通り昨日も本当に仕込みましたけども、これまで通り、我々らしく、しっかり全力で、勝ち向かって頑張りたいと思います。また明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。石川投手にとっては2015年以来のこの日本シリーズでのマウンドでした。そしてこの第4戦を任されました。どんな思いで上がっていたんでしょうか。本当に、前回悔しい日本シリーズを経験して、今日もこういう第4戦という大事な試合を任されて、本当になんとか監督の気持ちに応えようという思いが強かったので、絶対大丈夫と思ってマウンド上がりました。絶対大丈夫という思いで上がったマウンド、今日は6回77球3安打1失点、指摘点はゼロ、本当に素晴らしい行動になりました。振り返ってみていかがですか。本当に先頭バッターから全力でいつ潰れてもいい気持ちで、そしていい形で後ろの信頼のあるブルペン陣につなげようという思いで投げてたので、打線も本当に、先制点を取ってくれて、守備もすごくいい、守備をしてくれて、自分は本当に楽しんでという言い方はあれですけど、楽しみながらマウンド上がることができました。石川投手は現役最多の勝利数を数えていますが、この日本シリーズは初勝利、はい、この1勝というのはどんな思いでしょうか。そうですね、いろんな1勝というのは重いですけども、この日本シリーズに来るまでも長かったですし、ここでまた勝つことができたのが本当に自分自身に、よかったねって言ってあげたいというか、はい、はい、嬉しいです。そしてこの勝利で日本シリーズでは史上2番目の最年長記録、そしてセ・リーグとしては最年長記録の勝利投手となりました。その点はいかがでしょうか。先ほど監督もおっしゃいましたけど、年齢は関係ないと思っているので、マウンドに上がったらまだまだルーキーの気持ちで投げているので、これからも、はい、一生懸命腕振りたいと思います。この石川投手の好投もあり、チームは日本一へ王手となりました。チームを代表してスワローズファンに力強い一言をお願いします。今日もたくさんの皆さんのご声援どうもありがとうございます。
まあ、一戦一戦戦った結果が3勝となりましたけども、明日もチームスワローズファンの皆さんと一丸となって一生懸命勝ちたいと思います。そしていい試合をできるように、この東京ドームで決めれるように頑張りたいと思いますので、また熱いご声よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー石川元成投手でした。おめでとうございます。新ヒーローインタビューでした。この後はですね、そのスパーの皆さん、石川コーチと一緒に勝利の担保を一本締めで締めますので、最後までお付き合いください。SMBC 日本シリーズ2021第4戦勝利投手となりました。石川投手と勝利の関東一発目で締めます。さあ、東京ドームにいる全てのスワローズファンの皆さん、準備は OK ですか？それではいきますよ。石川投手と勝利の関東一発目、お手を拝借よー。ゆうちゃんのチャンネル登録、いいね、よろしくね。